はい、どうも、ヒデレです。どうも、カイです。今日なんですけども、はい、なんとトラビス・スコットの話題がまた出てきてるんですか？ね、はい。トラビス・スコットと、ジョーダン・ブランドとのコラボで、うん、エア・ジョーダン1に関しては今後発売されないんじゃないかっていうことをやらせてもらってたんですけど。まあ、去年そんな話がね、ずっと出てたんですけども、ね、はい、はい。再びね、なんか出すっていう話ができるんですよ、ね。そうなんですよね。はい、しかも、はい、こんなカラーで、みたいなね。そうなんですよね。これは欲しいなっていうのが出てきてるんで、はい、それちょっとお伝えさせてもらいたいなと。うん、あとですね、来月結構ね、ナイキの新作のリリースが熱くて。そうなんですよ。コラボ多いっすね。多いっすよね。うん、はい。酒井と、ナイキのコラボのマグマフットスケープの方がですね、うん、発売出てきてるんですよね。それも気になるんですが、はい、僕はあれも気になってるんです。アンディ・フィーテッドとね、はい、ウマラのコラボが、ね、ありましたね、はい。それも来月にどうも発売されるらしいんで、はいはい、まあ、僕らにしてみれば懐かしい90年代の、ね、スニーカーが、まあ、新たな形でね、来月という形で発売したものが出てきてるんですけど。そうなんですね。はい、はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録もお済みでない方はこの機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はいはい、我々ツイッターとインスタグラムやってますので概要欄の方にリンクの方がありますので気になる方フォローの方よろしくお願いいたします。します、はい、はい、じゃあ早速なんですけども、そうですね、はい、エイプリルスケーツボードと、はい、ナイキ SB ダンクローのコラボなんですけども、はい、こちらの方が11月の27日に発売予定ということなんですけども、はい、これねスニーカーズに来たんですよね。そうなんですよね、はい、海外の方では11月の27日でやったりとか、確か、UK のスニーカーズは11月の20日だと思うんですけど、うん、ちなみに国内のスケートボードショップの方で、今これ抽選の情報が出てきてまして、うん、11月の25日に発売できてるんですよ、ね。あ、そうなんですね。はい、高さんとか確か抽選の情報は今日出てきてたと思うんですけど、うん、でそういった中、11月の27日に、日本のスニーカーズの方にこれ抽選で出てきてるんですよね。はい。はい、で、僕これ前からね、まあ、ヒアレスが持ってるエアジョーダン1汎用 G のターボグリーンにこれ激似で、まあ、かっこいいなと思ってるこのナイキ SB ダンクローのコラボなんですけど、うん、まあ、スニーカーズでの発売が情報出てきてるんで、うん、これはぜひともどうぞ同じようにしようかなと思ってるんですけど、はい、ただこれ11月27日って、うん、エアジョーダン5のアママニエルのコラボ の, あのホワイトありますよね、はい、ルイメンズの、うん、あれも同じ日なんですよね。両方変えたらどうします、はい、いやさ、両方変えたら嬉しいですけど、うん、そうなんです。まあお金の方がね、両方変えるとね確かね5万は超えるはずなんで、はいはいはい、そうなんですよね、はい、まあ、どっちかでも変えたらね定価で嬉しいなと思いますけどね、書いたら。そうですね。はい。はい。で、僕がすごく気になっている一足の発売が来たということなんですけども。そうなんですよね。びっくりでした。はい。ナイキ、マックアタックの OG で、はい、ライトスモークグレーのカラーが来てます。12月の5日と、ね。発売来てるんですね。はい。これね、海外の方で遅れること、スニーカーズの方の発売が出てきてたとさせてもらってたんですけど、うん、これ2本来てるんですよ、ね。そうなんですよね、はい。12月の5日に、これ抽選なんですよね、これね。そうなんですよ。はい。抽選発売で、しかもね、30センチまであるんで、ヒアレスこれ、チャンスあるんですよね。しかもね、なんかあの、はい、これね、あの先行して発売された時には、はい、僕のサイズっていうのはね、はい、なかなかちょっと二次流通でも数が出ないがゆえに、はい、ちょっとお値段の方が高くなってたんですよね。そうなんですよ、ね、はい、僕のサイズに関しては二次流通で、うん、今ねほぼ定価なんですよ。あ、そうなんだ。ただ僕は早く欲しかったんで、うん、二次流通に来た瞬間にすぐ買ったんで、うん、まあ、高めで、まあ、2万超えでは買ってるんですけど、うん、で僕気に入っててこれめっちゃ履いてるんですよ。ああ、そうですよね。そうなん、軍版とかにめっちゃ合わしまくってて、ね、うん、でこれ足もね結構入れやすいんですよ。めっちゃ体柔らかいんで、うん、そう結構おすすめなんですけどね。まあこれね、はい、どんだけ数がね日本で売られるかにもよるかとは思うんですけども、はい、まあ、これ発売されると二次流通もちょっと買いやすい値段にちょっと落ちる可能性もありますよね。29センチに関してはこれ確かね3枚ぐらいしてたと思うんで、ちょっと値段落ち着いてくれたらね、もしこれで抽選外れたとしても値段落ち着いてると僕も買いやすくなるんでね。まあ29センチに関してはでもやっぱいつもそう出せんですかね。そうですね、そんな気がするんですけど、はい、まあ、こちらの方はね12月5日に来ているんで、はい、はい、でまあね、ちょっと冒頭でトラビス・スコットの話をちょっとしたんですけども、はい、マックアタックとねトラビス・スコットのコラボというのもありましたね。あ、そうなんですよね、はい、これね12月の2日に発売予定でずっとやらせてもらってるんですけど、うん、先ほど日本のスニーカーズの方で、まあ、これの元ネタになってる寿司が反転しない1984年のモデルありますよね、うん、それの発売が12月5日なんですけど、うん、一応ねリークで出てきている話によるとこれ12月2日に発売されるらしいんですよね。ほんまなんですか、ね、トラビスのコラボに関しては、うん、はい、ナイキの方からこれめちゃくちゃ前からね公式写真が出てきているんで、前倒しのゲリラ発売があるんじゃないかっていうことをずっとやらせてもらってたんですけど、うん、まだそういったことはないんですよね。
まあ、ひょっとしたらね、いきなりね、トラビス・スコットのサイトとかでの発売もあるかもしれないかもしれないなっていうふうに感じなんですけど、今のところ12月2日じゃないかって言われてるんで、うん、まあ、ちょっと来月暑いなっていう感じなんですけど、そうですね、はい、はい、でそんな中なんですけども、はい、あの韓国のスニーカーズの方で、はい、スニーカーズリザーブの話が出てくるんですか。はい、昨日の話なんですけど、うん、韓国のスニーカーズの方を見てると、スニーカーズリザーブということで、アンブッシュとこのモアテンのローのコラボ2色ありますので、はい、これの発売であったりとか、マーティンローズとナイキのコラボのこれも来てたんですよ、ね、うん、ああ、なるほどね。そうなんですよ。ブラックの方に関してはちゃんと売り切れてるんですけど、もう一つのカラーの方に関しては、うん、まあ、若干ね、サイズの影があるかなっていう感じなんですよ。これはブラックの方って、まあ、今更中にちょっとまた興味出てきたんですけど、あ、そうなんですね。まあ、お値段の方ってどんな感じなんですか、ね、じゃあ調べてはないんですけど、うん、僕ね、これね、あの、買わなかったんですけど、いいなっていうふうになってますね。そうなんですよね。はい。はい。まあ、これね、日本にも来たら欲しいなっていう感じはしますけど、ね、はい。まあ、あの、マーティン・ローズの方はね、なんかの生えたらだいぶ背高なんですけど、ね、そうなんですよ。まあ、これサッカーのスパイクがね、踊りなりもなってるような、はい、まあ、一足なんですけど。はい、ちなみにね、はい、リナ・サワヤマが履いてました、うん、これ。ああ、そうなんやったと思うんですけど。はい、はい、で続いてなんですけど、ナイキダンクローのプレミアムですね。こちらの方が来年の発売予定ということなんですけども、はい、はい、あの31のアイスクリームに合いそうなカラーです、ね、そうっすね、はい、はい、ミントですよね、うん、はい、まあ、ブラックのカラーであったりとか、ミントのカラーが一部使われてる、うん、ナイキダンクローで、シューレースの方を見てもらうと、これロープ状の丸いものになってるんですよ、うん、はい、まあ、こういったナイキダンクローが来年発売されるということで、ナイキの方が交差点が出てるんですけど、うん、おそらくこの形でカラー違いが来ると思いますね。なるほど、はいなるほどってだと思うんですけど、うん、はい、まあ、ダンク続きますね。そうですね、はい、で多分次もダンクの情報だったと思うんですけど、はい、はい、ナイキダンクローのワッフルですよ。本当にワッフルみたいなデザインになっちゃってるんですけども、はい、はい、これは来年の春発売予定ということなんですよね、はい、全体的にベージュのカラーが使われてるこのナイキダンクローのワッフルなんですけど、うん、スエードの部分ちょっと毛羽立ちさせてて、うん、ワッフルのラベルワッフルありますので、はあ、それの質感をちょっと表してるかのような感じにしてるんですよ、ね、はいはい、そうなんです。まあ、そういったテクスチャーが加工されてるような、うん、まあ、スエードの素材が使われてる、うん、まあ、本当ワッフルを彷彿させる、ね、通称の名前ワッフルってついてるナイキダンクローの方が来年発売されるところに出てきてるんですけど、はあ、はい、これもしかしたら違うカラーでなんかあのチョコ味みたいなあのワッフルのやつと出てくるのかな、板チョコみたいなやつわかんないですけど、うん、なんか出てくるのかなってちょっと思ったって話なんですけどね。はい、はい、で続いてなんですけど、オールグリーンウッドとナイキ SB ダンクハイのコラボですね、はい、こちらは来年の春発売予定ということなんですけども、はい、はい、まあ、ずっと紹介させてもらってる一足で、うん、ディオールグリーンウッドって言われる女性の方なんですけども、うん、アリゾナのねナバホ族出身で、うん、スケーターでもありアーティストである彼女のナイキ SB ダンクハイとのコラボで、まあ、自身のルーツといいますか、うん、ナバホ族のね、うん、まあ、このテントであったりとか、うん、シルバーのデザインとかに見られるようなものがなんとなく落とし込まれてるんですよ、ね、なるほど、はい、まあ、これ終端の部分の黄色とかこのオレンジのカラーが使われているのがあって、うん、まあ、本当、まあ、生放で見られるようなものじゃないですけど、うん、で全体的にこれ使われている素材ってスエードなんですよ、ね、はいはい、はい、まあ、トゥーボックスのあたりとかはこれスエードの素材は使われてないんです、ね、トゥーボックスの部分のこのブラックのレザーって、うん、まあ、長い空気孔の、ね、デザインの部分がこれねスターマークになってるんですよ、ね、なるほど、そうなんですよね、はい、でこれトックスライダーの部分ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、スエードの素材で全然ね、あの内側にクッションのようなものがついてないんですよ、ね、そうですね、かなり薄い感じの、まあ、ソックスライナーかなと思うような、うん、まあ、こういったド派手な一足がですね、まあ、来年発売サイトで出てるんですけど、僕実はこの一足いいなと思ってるんで、あ、いいですよね、はい、発売されたら狙おうかなと思ってるナイキ SB ダンクハイなんですけど、インソール面白いですよね。そうなんですよ。このインソールっていうのはこのアリゾナ州にある砂漠のねグラフィックが2つとも入ってるんですよ、ね、そうなんですよ。そうなんですよね。はあ、僕ナバホ族の、まあ、前にも話させてもらってるんですけど、うん、シルバーとかいくつか持ってて、うん、まあ、それつけてこの一足合わせるのもいいのかなってちょっと思ったって感じなんですけど、はあ、はい、で続いてなんですけど、ザ・パワーパフガールズとナイキ SB ダンクローのコラボですね、はいはい、こちらの方が12月の14と15発売予定、はい、あ、そうなんですよね、はい、これとうとう来月発売上でできるんですよ、はい、まあ、以前にも紹介されてもらってるんですけど、パワーパフガールズとのコラボで、うん、ピンク、ブルー、グリーンのカラーが発売するとさせてもらってたんですけど、はい、でその時にお話させてもらってたのはそれぞれ発売の仕方が違うんじゃないかっていうことでやらせてもらってたんですけど、そうですよね、はい、ここに来てね、海外のスニーカー系サイトの情報をまとめて読んでみると、うん、12月の14日に3色とも一部のスケートボードショップの方で発売されて、うん、12月の15日にこれスニーカーでの発売があるって書いてあったんですよね。あ、
そうなんですよ、はいはい、このうちのどれかだけスニーカーズしか来ないかなっていうちょっと思ってたんですけど、うん、事前のリーク情報ではそういった情報が結構多かったんで、うん、はい、今回出てきてる情報を見ると、うん、どのカラーも14日にスケートボードショップ、15日にスニーカーズっていう情報でいけるんですよ、うん、はい、なんでこれ3色でも来るっていうふうに書いてたんですよ。これでも3色ともね、あの色違いで、しかも、はい、あの変わる素材も違うんですよ ね。そうなんですよね。サテンであったりとか、性能それが使われているモデルにあったりとか出てきてるんですけど、うん、あとこのかかとの部分の、あの目のデザインもみんな向いてる方向ちゃうんですよね。ああ、そうなんですね。そうなんです。で、微妙にこれ、シュータンの部分のデザイン、表側も裏側も違ってて、うん、インソールに入ってるデザインも若干違うんですよね、これ、ね。そうですね。はい。カラー違いで素材違いで一部デザインが違う、このパワーパフガールズナイキスミタングローのコラボの方が、うん、まあ、12月の14日と12月の15日に発売予定ということで、できてまして、うん、まあ狙うとしたら僕はブルーですかね。まあね、これあの3色ともちょっとビビッドなカラーなんで、はい、私ちょっとね、履くときにどうかなっていうのがあるんですけども、ね、まあ一番ちょっとまあ控えめというか、はい、履きやすいのはまあブルーなのかなっていう感じですね。まあよく見るとなんかスネーク柄にも見えるんですよね、これブルー、ね。ああ、そうそうそう。そうなんですよね、はい。このグリーンのカラーに関しては確かサテン素材だと思うんですけど、うん、はい、まあこの3色の方が一応来月に14日、15日で発売されるということで紹介されてました。はい。はい、続いてなんですけども、はい、堺と、ナイキマグマスケープですね。こちらの方が12月の7日発売予定ということなんですけども、はい、これずっとね、はい、カンドリさん欲しい欲しいと言ってたんですけども、はい、あの、今月発売予定ということでやらせてもらってたんですけど、うん、急遽海外のスニーカー系サイトの方がどこも報じてたんですけど、はい、12月の7日発売で来てました。はい。はい、今月ね、堺とナイキのコラボの発売があるってことでやらせてもらってたんですけど、うん、それはね、ゴルチェとのコラボの方のやったみたいなんですよね、これね。ああ、そういうこと。そうなんですよね。はあはあ、はい、ちょっとこのフットスケープの話する前に11月の22日の明日にやるんですけど、うん、ゴルチェとサッカイ、ナイキ、ウーブンが使われてる、2色のねリリースが明日あるんですけど、はいはい、結局そっちゃったんですよね、今月の発売はね。なるほど。そうなんで、フットスケープの方が今月来るんじゃないかということで、韓国のリカーガンドサイドの方がやってたんですけど、うん、12月の7日に発売来てまして、うん、ナイキの方から交渉ができているんで、おそらくリリースは間違いないかなっていう感じですから、ね。なるほど。はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、このバースティーロイヤルって言われる、まあ、本当これ初代のね、フットスケープのこのブルーを、まあ、彷彿させるじゃないですけど、それが元ネタになってる、まあ、この一足であったりとか、あとブラックのブルースのカラーであったりとか、このブラウンのね、モデルが出てきてるんですよね。はい。で、3色とも一応12月の7日ということで出てきてるんですけど、これはね、堺の方で先に発売されるのか、うん、もう堺の方では少し前に発売されて、この12月7日っていうのはスニーカーズの発売なのかまでは書いてなかったんですけど、ああ、そうなんですよね、まあ、今年中に発売されるということで、うん、ナイキの方からこう写真が出てきてるんで、まあ、それは間違いないかなと思ってるんですけど、はい、うん、これどのカラーが一番欲しいんでしたっけ。やっぱりブルーかブラックですかね。僕そうですね、僕もブルーかブラックかな、はい、まあ茶色もありかなと思うんですけどね、はい、というのもね、まあ、この初代のモデルのカラーが本当はこのカラーなんで、まあまあまあそうなんですよね、まあ、なぜこれがいいっていうことをやらせてもらってるかと言いますと、まあ、1995年にねこれ発売された時に、まあ、友達がさっき買ったんで気使って買えなかったんですよね。まああのね、今回はあのマグマスケープという形ですけども、はい、当時のフットスケープの話です、ね、あ、そうなんですよ、ね、はいはい、はい、でそれ時も買わなくてフットスケープに関してはずっと買わなかったんで、うん、で今回、まあ、このマグマスケープって言われるね、ナイキの ACG のエアマグマという融合になるんですけど、うん、まあ、出るということなんで、まあ、これはちょっと狙いたいなと思ってるんですけど、青と黒だとどっち優先ですか。まあ両方ともいいなっていう感じなんですけど、うん、自分のね服装に合わせるとしたら、まあ確実にブラックの方がありますよ、ね。ああ、まあまあそうですね。使いやすさで言うと確実にこれブラックなんですけど、そうですね。そうなんで、も当時のことを思い出すと、まああのこれブルースの柄もあったんですけど、まあブルーの柄が最初に出て結構衝撃的やったんで、藤田博さん入ってたんですよね。そうですね。そうなんです。これでも改めて見ると、はい、アウトソールエグないですか。エグいっすよね。めちゃ分厚めで、しかも、はい、このちょっとあのつま先浮いてますよね。そうなんです、ね。地面からね。はい。これエアマグマの部分が使われてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、フットスケープそんなにゴツくなかったですからね。そうですね。はい。で、あとこれミッドカットなんですよね、これね。うんうん、はい。
めちゃくちゃ足入れにくそうだなってちょっと思ったっていう話なんですけどね。まあそうかもしれないですね。そうなんですよ。はい。まあこちらの方は、あ、ちょっとこれ見れないんですけど、一応リフレクトになってるみたいで、うん、はい、暗闇で光ってる写真であったりとか、うん、あとこの今デフォルトで通してるのはブルーに関してなんですけど、はい、ホワイトのシューレースを通してるんですけど、同じ形でブラックのシューレースが、付属でついてるみたいなんで、うん、はい、で、これ一応まあ、サカイとナイキのコラボに見られるような、まあ一応シューレースが2本通ってるようなね、デザインになってるんですけど、はい。はい、まあこちらは12月の7日に発売されるということで、気になるのがね、これね、200ドルなんですよね。はい、あ、ということは、3万超えるかもしれないですね。で、そうなんです。3万超えそうなんで、まあ、ちょっとなっていう感じもするんですけどね。3万って言われてちょっとね、はい、半球に上がりますね。国内での発売の値段が、ね、あの、円での発売の値段がすごく気になるなっていう感じなんですけど、うん、はい、まあ、絶対に堺の、本家での発売であったりとか、スニーカーでのはずはあると思うんで、まあ、2回チャンスあるかなと思ってるんですけど、うん、まあ、僕に関してはブルーかブラック狙いかなっていう感じですかね。そうですね。ブラウンに関しては今のところ、まあ、ちょっとやめとこうかなっていう感じですかね。うん、まあ、おそらく同じチャンスだと思うんですけど。僕狙うならブラックかなぁ。あ、そうですよね。はい。で、まあ、フットスケープと。あ、そうですよね。まあ、実はですね、はい、前からね。そうなんですよ、そうなんですよね。はい。あの、スニーカーね、この間買ったっていう話と、ね、はい、してたと思うんですけども、実はですね、あるスニーカー買いました。買ったんですよね。しかも、はい、日本国内で買えると思ってなかったんですけど、そうなんです。実はですね、何買ったかと言いますと、前からね、はい、ちょっと気になってるって言ってた、これでございます、はい、フットスケープのこちらの方でございます。うん、買ったんですよね。はい、ウィメンズの本なんですけども、ね、はい、確実に国内ではサイズないって思ってたんですけど、はい、実はアトモスさんの方で、ね、大きいサイズで、ね、30センチあったんで。そうなんですよ。ヒアレス、それ見た瞬間にそこで買いましたから、ね、はい、これウィメンズなんで、僕は30センチでないと、そうなんです、開けないんで、まあちょっとね、横幅、わりかしこの、まあ、ここがね、ウーブになってるから、ね、履きやすいっていうのもあるんですけど、はい、横幅がね、僕広くないとね、なかなか足合わないんですけど、まあこれはもう、ウーブなんで、割りかしこう柔らかくなってる部分もあって、履きやすかったので、ちょっと良かったですよ、これね。あと、あれなんですね、ソックスライナーあたりとかも、あんまりね、圧迫感がないんですよ、ね。あ、そうです、ね。ちょっとスキニーというか、薄めになってる。欲しかったやつが買えたんで、もう、はい、よかったなって、ね。まあ、ナイキの靴で、ウィメンズのサイズで、国内で買うってこと、結構珍しいっすよね。そうですね。大体海外でね、僕はでかいサイズ買ってたんですけど、ウィメンズの場合はね。はい、今回ね、このね、スニーカーズの方で、これ発売来てたんですけど、29センチまでじゃなかったんですよね。そうなんですね。はい。でね、アメリカのスニーカーズでは、実はね、これ3、ウィメンズまで34グラムだったと思うんですけど、さすがにね、30センチ以上に関してはね、全部入れてるんですよ。ああ、まあ、海外から買ったらね、とんでもない額になりそうな気もしますから、ね。そうなんですね。はい。まあ、ちょっと普段履きでね、ちょっと履こうかなと思ってるんですけどね。はい、続いてなんですけど、ナイキ ACG トーレミッドですね。はい。はい、そうなんです。こちらの方がね、1995年に発売された、これ ACG のトーレの復刻なんですよね。はいはいはい。まあ、以前にね、海外のスニーカー系サイトの方で復刻の話があるということで、結構古い動画やってたと思うんですけど、うん、12月に発売されるということで、ナイキの方が公式ができるんですよ。はい、はい。この ACG のトーレに関しては、この、ネイビーのモデルに関しては、当時の、まあ、ユーズのモデルなんですけど、うん、一応さっきググって、形をね、確認してたんですけど、うん、若干ね、スーシュの形とかが今回微調整加えられてるかなっていう感じの復刻にはなるんですけど、はいはいはい。はい、この一部、ネイビーのカラーが使われてるモデルと、うん、もう一つは、全体的に薄いベージュで、差し色でちょっとピンクが使われてるモデルがあるんですけど、うん、実はこの2枚目の、少しだけピンクのカラーが使われているこのトーレなんですけど、こっちが気になるんですよね。あ、これいいですね。そうなんですよね。これパッて見た時に、1990年代後半に、まあ、チャンピオンのリバースリーブとリーバイスのブラックデニムに、その時のね、まあ、流行ってたアウトドアブランドのジャケット着て、うん、足元こういうね、履くっていう流れがあったんですよね。はいはい、はい。トレンドじゃないですけど、うん、で思いっきり僕はそれ乗っかってたんで、うん、懐かしいなという感じなんですよ。はい、はい。なんで、ちょっとこれね、まあ、来月ね、結構スニーカーのリリースが多いんで、さっき言ってたフットスケープもそうなんですけど、うん、まあ、マグマフットスケープも12月に発売なんで、で、これも12月に発売されるらしいんで、まあ、どうしようかなと思ってるんですけど、この一部ピンクが使われているこのトーレのモデル、めっちゃ気になるなっていう感じなんですよ、ね。そうですね。はい。はい。
続いてなんですけども、アンディフィーテッドとナイキエアテラフマラですね、はい、こちらも12月発売予定と。そうなんですけども、はい、エアテラフマラがアンディフィーテッドとコラボで何か発売するんじゃないかっていう情報だったんですけど、うん、急遽ナイキの方から好写真が2つ出てきまして、はいはい、これもまた12月発売なんですよね。なんか12月集中しますね。そうなんです。1つがブラックのカラーで、もう1つはホワイトに、ブラウンのカラーが使われているものが出てきてるんですけど、うん、90年代の、まあ、97年に確か出たと思うんですけど、エアテラクマラのデザインとは少しだけかかとの部分とかが、今回このアンディフィーテッドのこれは違うんですよ。そうなんですね、はい、ブラックのモデルちょっと見てもらいたいんですけど、うん、まずスウッシュの下にタグがついててアンディフィーテッドって書いてるんですよね、うんうん、でかかとの部分見てもらうと、かかとの部分が、ちょっとスパイク状になってて、うん、でその部分にエンボスでアンディフィーテッドって書いてるんですよ、ね、あ、確かにそうなんですよ。はい、あの同じくこのホワイトとブラウンのカラーのモデルも、まあ、そういった部分になっているんですけど、うん、まあ、ブラックに対してこのホワイトとブラウンのカラーは若干ちょっと柔らかいようなイメージといいますか。そうです。そうなんですよね、うん、はい、で以前ねナイキとオフホワイトのコラボでこのエアテラフマラの、サイドソールの部分に3つ穴開いてるちょっとデザインの部分見てもらいたいんですけど、うん、これって使われてるんですよね。あれインスパイア元がエアテラフマラになってたと思うんですけど、うん、オフホワイトとナイキのコラボのブレザーローに関してはそうだったと思うんですけど、はい、このエアテラフマラの方がフマラの復刻ですらまだ買ってないんですけど、懐かしいこのエアテラフマラの方が、アンディフィーテッドのコラボで発売でできるんですけど、おそらくなんですけど、多分エアテラフマラ、あの、あれっすね、オリジナルのモデルとか復刻で多分来ますね。ああ、来るかもしれない。多分これがフックになって、うん、今後、まあ来年以降だと思うんですけど、最近エアフマラ出ているんで、エアテラフマラの方も今後出るんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、これいいですよね。はい。まあ当時で言うと、まあ本当にパタゴニアであったりとか、うん、カリマーのジャケット着て足元これみたいなスタイルが結構多かったんですよね。はいはい、はい、あの99年ぐらいのブーンのスタイルサンプルとか見てもらうと、うん、今僕が言ってたようなあの格好してらっしゃる方がおそらく出てきてると思うんですけどね。はいはい、はいはいはい、続いてなんですけども、エアジョーダン1ローの OG でモカですか、はい、はい、こちらの方がもう来年の話でしょ。そうなんですよ、夏の話という、ね、そうなんですよ、かなり未来の話なんですけども、はい、8月の21日発売予定です。そうなんですよね、はい、以前ね僕らの古い動画でエアジョーダン1ハイ OG のモカのローカットバージョンが出るっていうことをやらせてもらってたんですけど、うん、来年になるんですけど、一応発売日の方が8月21日ということで出てきてまして、うん、あと俺フルファミリーサイズで発売されるんじゃないかっていう情報なんですよね、うん、はい、このエアジョーダン1ローの OG の、うん、まあ、このモカなんですけど、はい、おそらく人気が高いんじゃないかなと思うんですけどね、はい、僕らは買えなかったエアジョーダン1ハイ OG のダークモカに関しては、まあ、発売されて1ヶ月以内にすごい値段になってたんで、うん、そうなんです。今確か7万か8万超えてると思うんですけど、はい、はい、まあ、そのね、エアジョーダン1ハイ OG のダークモカのローカットバージョンであるこのモカの方が、まあ、来年の8月21日リリースされるということで、まあ、今見てもらってるのこれ、モック画像になるんですけど、これ楽しみですね、これね。そうですね。そうなんですよね。おそらくこれ、オンラインチャレンジしてると思うんですけど、そうですね。これに関してはね、実物の投稿であったりとか、大体全世界でストック数がこれぐらいらしいっていうことが分かり次第ですね、こちらの方でやりたいなと思っているんで。はい、はい。で、続いてなんですけど、トラビス・スコットの話題がまた出てきてるんですか、はい、そうなんですよね。うん、まあ、先ほどちょっとダークモカの話させてもらってたんですけど、うん、まあ、トラビス・スコットといえば、まあ、あのエアジョーダン1シリーズのコラボがもう今後ないんじゃないかっていう話をやらせてもらってましたよね。そうなんですよ、そんな話いっぱい出てましたから、ね、そうなんですよね、はい、で別腹でこの間ね、まあ、別腹って勝手に僕らが言ってるんですけど、うん、エアジョーダン1ゴルフとトラビス・スコットのコラボが発売されて、うん、まあ、おそらくそれが最後だろうっていう僕は思ってたんですけど、そうなんですよ、なんかね、再びトラビス・スコットとエアジョーダン1シリーズが、まあ、手を組んで新しいモデルを出すっていうニュースが今日一気に出てきてて、そうなんですよね、いろんなリーグアカウントサイトであったりとか海外のスニーカー系サイトの方が今日トップで報じてたんですけど、うん、ちょっとこのね、モック画像を見てもらいたいんですけど、エアジョーダン1ローの OG でトラビス・スコットのコラボでブラックオリーブっていうものが発売するって出てきてるんですよ。なんと、はい、ただね、これ来年の秋頃らしいんですよ、うん、はい、でね、今見てもらったらこれモック画像になるんですけど、うん、噂が本当であれば海外のスニーカー系サイトであるスニーカーニュースの方が8月から11月の間に発売されると言ってました、ね、あ、
そうなん、そうなん、ただ実物の豆腐がなくて、だから情報元に作られてる一応木画像らしいんですけど、はい、まあ、過去にこういったふうにね、2019年なんですけど、僕らが買えなかったエアジョーダン・ワローのおじのトラビス・スコットのコラボで、モカってあったんですけど、はい、まあ、これにめっちゃ似てるんですよね。そうですね、はい、なんだったらね、これ木画像で、ね、これブラウンのカラーをオリーブに変えるだけなんですよね、これね。そうそうそう。そうなんですよね。そうですね、はい、そう。で、使われている素材も、おそらくこのね、2019年発売されたモデルと一緒みたいなんで、うん、そうなんです。ただ、書いてあったことを読ませてもらうと、このサイドソールの部分が結構ヴィンテージ加工がかかっているっていうふうなことが書かれてました、ね。あ、そうなんですか、ね。まあ、木画像を見る限りでは、2019年のモデルよりかは、サイドソールのカラーの方がちょっとまあ若干なんすかね、まあ、色に深みがあるような感じといいますか、はいはい、いやでもあくまでこれ木画像なんで、そうですね、はい、実物がどうなるか分かんないんですけど、今のところもう今後エアジョーダン1とはやらないんじゃないかって言われてた、うん、トラビスの、まあ、ジョーダンブランドのシリーズに関して、うん、いやそうじゃなくてこのね、ローの OG のタイプが発売されてる上出来なんで、うん、ちょっとやらせてもらったんですけど、まあ、僕はあの、はい、トラビス・スコットね全然持ってないんで、ね、そうなんですよ、ね、そろそろね、はい、でエアジョーダン1シリーズに関しては、うん、僕らめちゃくちゃ欲しいんですけど、うん、持ってないっすよね。いかもね、当選したことないですからね、はい、当選もしたことなくて、うん、で、まあ、皆さん分かると思うんですけど、二ユーツの方ではすごい値段にすぐになるんで、さすがにちょっとね買えないっすよね。そうなんです。なんで、でこういった風にまたねエアジョーダン1ローでトラビス・スコットのコラボで、しかもこれのトラビス・スコットっていうカラーのね、うん、オリーブのカラーで、まあ、木画像になるんですけど、発売状が出てきているんで、ぜひとも欲しいなと思ってるんですけど、はいはい、まあ、気になるのはね、実物の、写真であったりとか、はい、まあ、どれぐらいのね、ストック数が作られているのかっていうのがまだ分かり次第ですね、うん、やりたいなと思っているんですけど、はいはい、で、トラビス・スコットといえばね、あのエアージョーダン3、エアージョーダン4、エアージョーダン7の噂もあったりとか、はい、ありましたよね。あと、はい、SB ダンクの話もありましたよね。そうなんですよね、はい、エアージョーダン3とエアージョーダン4とエアージョーダン7に関しては、うん、まず4と7に関しては、あの実物の投稿といいますか、モック画像すら今ないんですよね、うん、あ、そうですね、そうなんです。でエアージョーダン7とのコラボに関しては、あれ1回だけやったっきり、そっからね全然話の情報ないんですよ、うんうん、はい、でそういったなんかエアジョーダン3に関してはちょっとこれ見てもらいたいんですけど、これが来年の春頃リリースされるんじゃないかっていう話が結構有力候補なんですよね。かっこいいですよね。そうなんですよね、うん、はい、サンプルの段階でエアジョーダン3っていうのは、うん、まあ、こういった風にスウッシュが付けられたモデルが存在するんですけど、うん、はい、まあ、それのね、スウッシュを判定しているようなモデルで出るんじゃないかっていう話がありますよね、はい、そうなんです。でそれ以外にナイキ SB ダンクでトラビス・スコットのコラボで新たなモデルがもう一つ発売されるんじゃないかっていう情報があるんですけど、うん、それもね全然実物の動画がないんですよね。そうなんです、はい、で今もう11月の20日なんで、20日過ぎてるんで、うん、ナイキ SB ダンクのトラビス・スコットのコラボに関してはもう今年なさそうだなっていう感じですかね。そう。そんな気がするんですけどね。まあ、2019年に発売されたトラビス・スコットとエアジョーダン1ハイ OG のこのモカなんですけど、うん、まあ、大体10万足ぐらいあったんじゃないかということでやってたと思うんですけど、うん、はいはいはい。はい、まあ、その後何回もエアジョーダン1シリーズとトラビス・スコットに関してはコラボで、まあ、藤田博さんがやってるフラグメントであったりとか発売されたんですけど、うん、だんだんストック数結構減っていってましたよね。そうですね、まあ、全世界ストック数の方が、まあ、なんか6万足であったりとか、まあ、そういった情報をやらせてもらってたと思うんですけど、うん、はい、まあ、最初に紹介させてもらったこのねブラックオリーブの、まあ、木画像じゃ出てきないんですけど、まあ、来年のね秋頃にもしかしたらリリースされるかもしれないということなんで、はい、まあ普段スニーカー買われない方がまだ戻ってくるのかなって思ったりするんですけど、わかんないですけど、トラビスといえばジョーダンブランドとの新たなコラボで、ジャンプマンジャックシリーズっていうのが出るんですよね。そうなんですよね。でそれ年内に出るっていう話やったんですけど、おそらく今日の段階で全然情報が出てきてないんで、今年の発売ないかなと思ってるんですけど、結構いろんなカラー出る、出てきてるんですよね。今のところ多分なんですけど6色以上存在してるはずなんですけど、で有力候補としてはセールのカラーのモデルが来年の春頃にリリースされてっていう話があって、うん、でまあ春、夏秋にかけて別のカラーが出るんじゃないかっていう話なんですよ。そうなんですよね、はい、でそういった中このエアジョーダン1ローの OG とのコラボで再び新しいカラーがリリースされてる情報が出ているので、うん、これちょっと楽しみですよね。まあ僕らねトラビス・スコット全然変えてないですし、はい、ですね、エアジョーダン1関連でね、はい、トラビス・スコットって言ったらやっぱりいいなとずっと思ってたんで、はい、6ですら変えてないですから、ね、そうなんですよね、はい、はい、まあ最初に手にするやつがこれだったらいいなと、あ、そうっすよね、いうような感じですけども、また今後もね情報が出てくるかと思いますので、はい、あのこちらの方ができたらなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。
はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。はい、ヒアレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had about